外す前に取ればよかったんですけど、この黄色いねマーキングがこう入ってる、これ多分新車の時のじゃないですかね、ちょっと分かりませんが、ただねもう錆びちゃってるので、なんか赤いブレーキがちょろちょろっと出てきたんで、ね、やっぱりね錆びてますよ。だから変えないでね。そうで、まあ、例えばほらこういうねあれが3万ぐらいで売ってたらね、まあ、2万でも3万でも売ってたら、お安い、ね、ちょっとお調子いい、お走る、ね、なりますよね。ちょっといいんですけどね、まあ、実際はちょっといろいろと分けるとか大変だったりなっていうことがね気がしますね。まあそれを楽しみにしてる方はいいんですけどね、ただ普通に乗りたい、ね、乗るっていうね、あの通勤で通学だったりね、そうなるとちょっといろいろとね、大体ブレーキの、まあ、ホースもね本来は変えなきゃいけない部分でしょうけど、やっぱり金額もねどんどん上がっちゃうんで、そんなことやっちゃうとダメですよね。外してんのかな、どうなの、色が違うっていうのが、外装交換してるんで、ね、ただこのマーキングはなんかね、新車の時っぽい感じがするんですけど、そしてダイヤフラムはそんなに悪くない気がしますけど、ズブズブになってなりますかね、ズブズブとかグダグダとか、ちょっと外してこれ。フロントのアクセルは5ミリですかね。ね、こんな感じで、もうカピカピになってます、ね。さて、そしたら錆びてる、ね。ここ錆のなんかね。これこの外側のね、これ交換したので外します。切れちゃう。でなんかこんな感じですね、すごいですねこれね、サビサビで見えない、ね、なんか溜まっちゃってるね、サビで、なんですかね、これを俳優、また電話だ、そうしましたらまずここのね出てくるまで、まあ、垂れる、サークリップが見えないんで、ちょっとこうね泥みたいな、なんだ、すごいな、すごい、水が入ってるんですかね、もうあのあれがもうボロボロ、うん、で水が入っちゃうのかな、泥だなこれ、サビというところだね、サークリップがね見えないからどうすることもできないですから、ではこのサビ、あれ外れた、錆びてるやつを外してみましょう。お、抜けた。ね、こんなひどい状態になってますけどね。さあ、ピストン抜けるのかな？ピストンが抜けないってね、ありますからね、はい。これで抜いちゃいましょう。では、ピストン。え、なんと止まっちゃうの、ここで。中のワッシャーみたいなのがまた錆びてる。固着してるんだ。外れない。だからちょっとこれでね、ピストンを。ダメ、こっち側から押した方がいい。すごい。
これを再このマスターシリンダーを再利用するしかない。反対側からこのタイプはもうまっすぐだからこっち側から叩いちゃうもんね。抜けないもん。はい、来た。こんな感じ、すごいですね。錆びてるね。でこれ綺麗にしてね、新しいね。いやこの状態で乗られてたんですね。すごいですよね。サビサビ水が入ってるってことは中もサビサビ、まあ、中はでもあれか水じゃないのか。持ってきてもこっちに持ってきてましたかね。でもこれ基本的にこう中錆びないんですけどね、うん、中はもう錆びちゃったらしょうがないでしょ。フルードでね錆びちゃうんだったらすぐ錆びちゃいますからね。拭けばでも綺麗になるか、まあ、とりあえずね危険ですのでね、ブレーキはいきなり基本的には固着する聞きっぱなしになるように多分作ってあると思います、はい、危ないから抜けちゃうとね。ブレーキが聞きっぱなしで動けない方がまだ安全ですからね。ただこれもしスカッて抜けたらもうどうすることもできないですね、はい。まあ、先日なんかジョグでブレーキがスカスカになっちゃってるんで効かないんですよね、前ブレーキがとおっしゃるんで。でおいくらぐらいかかりますかねっておっしゃるんでね。難しいですよね。難しいですね、はい、非常に難しいです、うん、どうやって言います、はい、皆さんだったら。で駅がね多分もう ないんじゃないかな、減っちゃってる。それでスカスカになってる。ただ見たところブレーキパッドもないしね、ブレーキディスクももう減っちゃってるし、あとマスターのとこもなんとなく不安な感じ。要はこういうことですよ、おそらくそんな感じ。全然メンテナンスしてない感じなん で後ろのブレーキももうほとんど効かないんです。危険ですね、逃げるとね。あ後ろはドラムだから調整すればと。えどうしたらいいんですか、これ回せば。あはいって言いました。で僕はどれぐらいかかりますか。まあ応急処置的にただオイルフルートだけ入れてね、あ効きますねって言うわけ効かないでしょ。それでできますね。それでも何もしないでそのままお帰りいただくよりはいい、わかんないですけど。なので、うん、ちょっとね、うちとしては、まあ、ちょろちょろと、まあ、これとこれとこれとか、そうですね、まあ、まあ、パッドと、ああ、難しいな、ディスクなんだかんだ、やっぱり2万とかね、普通に行くんじゃないですかね。それなら私の買った方がいいです、買えますねって言うから、いや、買えるかなと思ったけど、まあ、でもそういうの買っても、また直すのにお金かかるんじゃないですかって。うちとしてもね、うん、金額を聞いて嫌になっちゃって買い、ね、他のもっと安い店を探されるのかなと思うんですけど、はいね、この間もでさっきもね電話あってバックステップなんと車種は何とかですけど付けられますかって言って、うん、まあできないことはないですけど多分多くのお店は断るんですよ。そう断る。そうだからうちにかけてくるんですよ最終的に、うん、でもうちも最終的なお店にならなくならないようになんてこと言ってんだって。そうでも多くの店が断ってうち来てうちが安いとおかしいでしょ。でうち高くなきゃいけないね。やりますよ、高い、そこから高いね、うん、そうでも高い断られてるだけじゃなくて高いから他のお店ってうちね、うん、でバックステップだって言っても大体1万円ぐらいですねって言われるらしいんですよ、うん、だから、まあ、うちもねそれぐらいがいいですねって言いたいんですけど余裕がないんで、まあ、うちはただステップ本当に単純にステップ付け替えだけだったら5000円ぐらいじゃないんですかっていう話してましたけど、ブレーキそれでブレーキホース外すとかね、一回ね向き変えるとかそうなっちゃうとブレーキのアルミやんなきゃいけないから最終的にはやっぱ1万円とかかかりますよって。あやっぱそうなっちゃうんですかねって。そうなると思いますよ。あと自分でやるしかないですね、自分でやるのがいいんじゃないですか、ただですよってね言わないですけど、そんなこと言わないですよ。間違っても言わないですよ。思ってもいない、思ってもいなかった、今思ったとんでもないです、はい、っていうのね。うちはだからやっぱり高くしたいんです維持しなきゃいけないんで、こうねやっぱり来てこうやってね、じゃあ1000円でいいです2000円でいいですってやってらんないんですよ。そうどうして高くないんですよ。そうだけど
維持するのに、なんでそうでしょう、そうなんですよ、やっぱりそれ維持するのにお金かかるんですよね。だからそれを、うん、だからもし嫌だったら自分でやってもね、やるっていう世界ですよね。結局そうなっちゃうんですよね。でもね、安いからお金かけてもないから自分でやるっていうのもちょっとね、結局高くつく可能性が高いんでね、不思議ですよね。私あんま変なこと言うとね、とんでもねえなっつって、もうあそこはろくでもねえって言われたら困っちゃいますからね。でもあれでしょ、そういうんだったらディーラーとかの方が立ち悪いですよね。だってお金のある人しか相手しないから。もっと言うとね、でもっと言うならば、ね、いわゆるそれにちゃんと見合ったお客さんしか相手にしないっていうね、見方があるわけですよ。だから例えば、例えばこれで行ってブレーキのメンテナンスしてくださいって言ったら多分断られるんじゃないですか。そんなことないですか。ディオで X 行ってフルノーマルのね、あれでこれってフルノーマルじゃねえのかって言ったら、あ、でもヘッドライトは LED になってるからな、そこで何か言われるかもしれません。そういうもんで何でもかんでもやってくれないと思いますよ。いいよね。まあそんなで、いろいろとね、お客さんも10時になったから、過ぎたから電話がかかってくるね、そういうことですよ、ね、営業時間だなって、ありがたいこと、ありがたいことです。これをこんなに、いや、これ入れちゃえ、でこれ掃除して、ね、洗って、スイッチ外したら外さないであろうと水が入っちゃう。不特定多数の方を相手にしてね、うん、まあ、もちろんやるんですけど、やっぱりこう限度があるんでね。古いタイプね、アルプス開放型ってやつ、防水コートになってて、ね、錆びる。でもこれここからシュッシュッと入れられるからいいんですよ、直せる。これこっち、これいいですよ。キムコさんね、このタイプのやつやめたんで、違うの買いました。アルプスじゃない、どこのメーカー、なんか良くないから変えたっていうね、あれありましたけど、ね、キャンプどこやったの、とりあえずちょっとこの辺をね、後でこれはクルクルやってね、後でね、ゴリゴリだもん、ゴリゴリです、こういうのもね、はい、ということで、とりあえずね、ブレーキはもうキャリパーのパーツがまだないので、それを買ってからね、これ直したいと思います。